小泉一馬の恋ちゃーんというわけで始まりました。小泉一馬トークチャンネル恋ちゃん。長野市議会議員小泉一馬でございます。お世話になっております。あなたの議員小泉一馬です。で、あのー、ちょっとね、小泉最近ね、あの嬉しいことが一つありましたねこの。そのことをね、これからお話しますけど、今日のテーマ、じゃじゃんと。 で東京、札幌は長野に続けようと。もうちょっと今日はね、大きな態度でいきますよ。札幌、東京、長野の真似しなきゃだめじゃないですかっていうことなんですけど、これ何かっていうとね、オリンピックの記念展示施設っていうのがね、あるんですよね、それぞれ。でね、ただ長野市は今までね、 長野オリンピック98年にやったけどあんまり褒められた状況じゃなかったんです小泉もね質問しましたあの議員になってすぐの23年の3月にね質問したんですその時の状況どうだったかっていうとねこうなんですよ長野市ねオリンピック記念館っていうのあったんだけど週あたりお休みの日数なんと約5日 <laughs> ほとんど空いていいじゃねえかよっていうことなんですよで他の施設見るとね で札幌いきなり下ですけど札幌年中無休で頑張ってますで東京もう約週あたりに直すと0.5日で頑張ってますということなんですよでね県内の施設見てもね他ほかのイザーとか山の内とか白馬とか見てもでほとんどお休みなしだったりまあ週に一度のお休みまあこれは普通ですよねで頑張ってたりするんですよ でねあのー、展示面積とか入場者数っていうのは決してねそんなに悪い数字ではないんだけれどもこういう現状だったんですよねであのー、展示のね運営も決して決して十分な体制ではなくてはいこれこれがねその当時小泉が視察に行ってパチッて写真撮らせてもらった状況なんですけど。 その当時のオリンピックのね、記念館、当時はオリンピック展示コーナーって言ってましたけど、オリンピック展示コーナーの収蔵庫、もう何が何だか分かんねえ状態。全然整理できてない。で、小泉はこの時の質問でね、あのー、展示物の台帳ってちゃんと作ってあんのありませんっていう答えを引き出してます。ガクって感じでしょ。 で、いくつ展示品ってあるんだって言った。うん、まあ1000以上はありますね分かってねえじゃんっていう、そういう状況だったんですよ。あの MWAVE の中にあるね、オリンピック展示コーナー。で、それじゃダメだろもっとちゃんと活用しろよ。我々の誇りだの、オリンピックはって。ホストシティとして、オリンピズム、オリンピックムーブメント、そういうものをきちんと後世に伝えていく、そういう責務もあるじゃねえか。 このね、MA 部の中のこの記念館ね、オリンピック記念館っていう名称はね、そもそも IOC から頂い,いたんですよ、我々。これ使っていいかなと。オリンピックって名前使っていいかオリンピック記念館って名乗れよもらったのにもかかわらず、なんかそのうちね、だんだん壊れてボロくなったから、じゃあオリンピック記念館っていう名前じゃなくて、オリンピック記念展示コーナーにしようね、なんていう、そういうわけわかんない自分でね、 縮小撤退の道をちょっとねつけようとしてたところに小泉やってちょっとそれはどうなの怒ったんです。でねその後ね小泉も断ることにねそれは気になっていて例えばあの小泉もね市長選に色気出した時がありましたよね。あもうちょっとそれ古傷なんですけどあのその時もね小泉政策として打ち出したのはトイーゴと門前ンンプラザっていうね似たような 貸し館施設がねすすすぐそばにあったりするんですよ両方ともねあの一部屋いくらでもお,お部屋化してまあ講義とかさ講座とか、まあ、勉強会みたいなのやってるんですよそんなのねそばに2つあったってしょうがないどっちかに統合して空いたスペースでオリンピックミュージアム駅から徒歩で行ける範囲に作ろうぜっていうことをね政策として打ち出したことがありますまあことほどさようにね ううオリンピックっていうねそういう偉大なレガシーを長野市の発展に結びつけていく責務を果たしていくそのこと非常に気にしている議員ですでそれがねなんと今年になって急転直下って言ってもいいと思うんだけどあの動きがね出てきたんですよねこれどういうことか新聞にまだ載ってないですよねこれねあのねオリンピックミュージアムネットワーク っていいうううもののに、ね、入ろうってこことでこのオリンピックミュージアムネットワークへの加入についてっていうことを、ね、言い始めました。でね、まあ、ここにくるのこれはあの長野市が作った資料だけどここにちょっと書いてありますよね。平成23年議会からオリンピック記念コーナーを有効活用すべきとの意見がでてこれ小泉ですよ、小泉小泉の意見を覚えててくれてありがとう。でね、オリンピックミュージアムネットワークって何かっていうと IOC。I 国際オリンピック委員会がね、そういうオリンピックの記念展示施設の国際的なネットワークを作ってるんです。で、そこに加入すると、その間ね、展示品のやり取りなんかできるようになる。だから、活動や展示の幅がね、ぐんと広がってくるんですよ。IOC のお墨付きになるから。 で泉もねこれに入るべきだよなっていつかこの質問してやろうと思っててなんかねそのたびそのたびいろいろ出てきて聞けなかったんですけどもそしたらねなんとこれにね入ろうじゃねえかっていうと長野市役所ね自分で考え自分でって誰か一揆つけたのかもしれないけど言い出してでねこれやるんですってでねオリンピックネットワークっていうのミュージアムネットワークとはオリンピズムの普及と 子どもたちのスポーツへの関心を高める目的で IOC 内に2006年に設立された全世界のオリンピックミュージアムのネットワークであるってことであってここにねちょっとね見にくいけども全世界にねそういうネットワークがあるんですよでねこれが札幌東京長野見習いなんですけど東京も札幌もまだ OMN には未加入ですだから長野市がね 日本で一等最初先人切ってオリンピックミュージアムネットワークに加入する町になりそうな気配が漂ってきております。でね、これただね、あのそういえばなれるっていうもんじゃなくてで、ね、ここに書いてありますけども、よっで、今後のスケジュールと、ここですね。 でね、えーあのー、申請書を送付して、9月17、18日に開催される o m n 総会バンクーバーにおいてプレゼンやって、で、OK ってなると加入の可否について決定されると。だ今まさにね、もう9月になろうとしてます。9月にプレゼンやって OK ってなったら直し晴れて o m n の加入資格を得るわけですよ。これぜひね、 ぜひぜひ頑張っていただきたい長野市なんですよね。でね、あの、これね、オリンピック記念コーナーの位置づけ、現在は長野オリンピックを開催する場、昔をね、振り返る場なんだけども、今後はね、それに加えて、今後開催されるオリンピックを盛り上げ、楽しむ、オリンピズムの学習の場、オリンピックファンの女性の場、いいですね、これですよ、これこれ、小泉が言ってたのは。でこれからね、東京オリンピック来るでしょその、 お客様をね、長野に引っ張り込めて、それをどうするんだって、それ一つオリンピックのつながりでね、オリンピック記念館、使うべきだと小泉はね、前から言ってるんですよ。だからそういう発想で、その遠い以後あーゴ、門前プラザー統合して、ミュージアムそこに置けっていうのも言ってたんだけども、小泉は言ってたことがね、なんか実現しそうになりつつあったりなんかして、本当にね、いいなと思いますね。でね、小泉はね、 ピンバッジオタクだったりしましてね、あの98年当時は。もう本当にね、あの東口にも行ったし、あのセントラルスクエアにも行ったしね、今はもうね、あの時効だから言うけど、当時、え長、ー、野県庁職員で復職禁止規定っていうのはあるんだけど、なんか副業やっちゃいけないよって言われてんだけど、ピンバッチ持ってて売ってましたほんでね、1日ね、売り上げが20万ぐらいあった時もあるんですけど、まあそういう話は置いといて、だけどね、 今もってそういう人たちってな話にいるんですよ、ね。年に1回、2月にねあの、ピンバッジの位置が立って、そうするとね、日本全国からピンマニアってのが来るで、オリンピック好きの人も来る、外国の方もいらっしゃる。で、これね、OMN に加盟したらね、あのローザンヌ、スイスのローザンヌのね、オリンピック博物館とタイアップして、オリンピックメモラビリアショー、オリンピックの記念のね、品の。 あのコレクターのショーみたいなのがねできるんじゃねえかなってやってもらいたいなってぜひぜひそれを小泉はね政策として提案していきたいだから長野市しかできないことですからこれ東京札幌ピン盛んですか盛んじゃない盛んじゃないピンバッジの生徒はねピンバッジの都は日本で長野ですからね98年から終わっていまだにこのね長野市の アイデンティティシティープロモーションそしてオリンピズムに対する責務としてねこれをぜひぜひね発展させていただきたいオリンピックメモナビリア賞ぜひやりましょう小泉一馬は提案してまいりますに。